元気が出る大チャンネル。こんにちは。かわいい姫路のかわいいです、大チャンネル。大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。じゃん、僕は今姫路に来ちゃいました。以前も姫路は案内いたしましたね。見てください、北口のロータリーです。とってもいい天気です。ロータリーしますぐ正面は姫路城ですよね。見えますかね。そして奥にはみゆき通り、いいとこですね。風情がありますね。今日は何で来たかと言いますと、実は鳥のミュージアム、ヴィンテージカーミュージアムが完成したんですね。フェラーリのベルリネットボクサー、ランボルギーニカウンタクトカが30数台並んでいるというヴィンテージカーの宝庫になるんですね。スーパーカー好きの僕は来るしかないですよね。今日はちょっと撮影をしてみたいと思います。楽しみです。駅から歩いて13分ということなんで、少し散歩しながら行ってみたいと思います。では行ってきます。歩いて13分ということで、駅の北口からまっすぐ姫路城に向かってまずは歩いています。スーパーカーブームというのが小学校の時にありまして、子供ながらに追っかけた思い出があります。今日はそんなスーパーカーにたくさん出会えるっていうんですから、行かなきゃいけないですよね。行くっきゃないですよね。鳥のミュージアムというオープンしたばかりで、オープニングにはあのジローラムさんが来てトークショーをなさったらしいですよ。楽しみですね。あのビートルズのリンゴスターさんが乗っていたアメ車シュボレーも止まってるとか、いろいろフェラーリのホルモゲーションカー、フェラーリ 288GTO なんていうのも展示してあるっていうんですから、これ楽しみですよね。車好きにはたまらないよだれが出そうな、そんな感じなんですけど、今から楽しみです。白金町です。なんかかわいい。可愛らしい女の子のオブジェがあります。ちょっとテリアさんみたいですね。二階町の信号です。目の前には旧大和屋敷があったところですね。後ろは姫路駅、今歩いてきました。この信号を左折します。これですね。こう歩いていきます。姫路はこうやってアーケード街が、商店街がたくさん5番の目のようにあるんですね。すごいでしょ。奥までずっとほらこんな感じですね。これがずっと続いています。アーケードを抜けて福中町に入ってきました。あと3分ぐらいでヴィンテージミュージアムですね。まもなくです。鳥のミュージアムに到着しました。すごいですよこれね。もともと立体駐車場だったところ活用してるんですね。では今から行ってきます。7階はレストランになっていて、5階、6階、そして7階とミュージアムなんですね。行ってきます。到着です。うわやっぱすごい。
やばい。D の26 GTS。 うわー、本物だ。エンツ・フェラーリが息子さんのために作ったっていうね。かっこいい、低いしな、すごいな。フェラーリのマークでなく D のエンブレムですね。これです。288GTO。 シートもかっこいいんだね。すごい、日本に2台。すごいな、かっこいい。イタリアフェラリレッドが綺麗でかっこいいですね。最高。フェラリの365 GTB ベルネータボクサーです。かっこいい。すごいな、これ後ろ見えますね。フェラーリのテストロッサ、このフィンがすごいですね、革のね。かっこいい。ジャガーの E タイプシリーズ1、これもすごい希少価値がありますね。スポークのね、フェラーリ308 GTS。 かっこいい、綺麗ですね。すごいな、半端ないっす。コルベットスティングレー C2 です。かっこいいんだよね、スティングレー、エイという意味です。これですね、リンゴスターが愛用したシボレベルエア。すごいな、ド派手。でも迫力あるな、本物なんですね。ちょっと鑑定書まで飾ってあります。すごい希少な、希少な車です。出ました、カウンタック。かっこいい、3台溜まってます。すごいな、かっこいい。奥は反射板になっているので後ろのテールも見ることができます。かっこいいな。見てください、ランボルギーニミューラ LP400。 うわー、すごいな、止まってんな。かっこいい。このフロントマスクとね、ヘッドライトのところのまつげのようなね、顔の感じがいいですね。世界初ミートシップの V12。 すごいですね、かっこいい。目の前で見れるなんて夢のようです。いかがだったでしょうか。もう興奮して感動してやばいっすね。今日最後までご視聴ありがとうございました。すごいよ。
この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。